アップアップガールズかっこにきの梶島彩です。どうも元気ですか？梶です。はい、ナマステ。最近ここに、あ、見えるかな、ミニキビができてて、やだメンバーの中で豆まきたい人だって。誰だろう、豆まいたら、豆か、メンバーでまきたいのは、わってやったら食べてくれそうなのはほうちゃんとかじゃないわってやったらあってこう食べてくれるんじゃないかなって思いますね。はい、ということで、アップアップガールズかっこにきのカジマエです。ネイルをしました。レッテレー、いつぶりだろう、こういうデザインっぽいネイルをしたのは。多分成人式以来なんですけど、ちょっと毛がついてる猫の毛ですね、完全に。あー、開始1日目で、ここが剥げてしまいました。いなくなっちゃってる。カナピー、どこ行っちゃったんだろう。あら、いなくなっちゃった、この、見えないね。まあ、でもやってます。投げちゃった。まあ、いっか。時もあるよねっていう感じ。よいしょ。マジでやってます。ねえ、このネイルないです。どういうことなので、まぁちょっと、セルフなんですよ、これ。自分でやったから、綺麗にできたかっていうかわかんないけど、意外と可愛くできた気がします。はい。な。こんな感じでした。でも、一個ハゲちゃったからどうしようかなって思いました、今。なんか、違うものを別につけられたらいいんですけど。なので、ちょっとこれをしばらくつけていきます。姉ちゃんが教えてくれたんですよ、ネイルを。そう。で、やったらできた。でも、ちょっとハゲちゃった。さっきつけたばっかりだな。なので、じゃあまあ、こんな感じですが。ねえ、かわいい、かわいい。かわいいけど、いないんだもん、一匹。一匹いないのでちょっとカナピーですが、ちょっとこのままいきたいと思います。そう、最近、そうですね、確かに。ありがとう、みんな。プリンヌくんが可愛いいただきました。ありがとうございます。食べていいよ。大井さん、可愛いいただきました。ありがとうございます。食べていいよ。テテちゃん、似合ういただきました。ありがとうございます。食べていいよ。そしてカイさん、とうとういただきました。ありがとう。食べていいよ。テテちゃん、かわいいいただきました。ありがとう。じゃあ、食べていいよ。ユナイテッドのくじさん、かわいいいただきました。ありがとう。じゃあ、食べていいよ。ネイルをやってみましたが、いや、家事はね、秋っぽいので、もうめんどくさいって言ったらすぐ取っちゃうと思うんですけど、こう、剥がれるんですよ。今時だね。すごいね。今時だから剥がれるんだって。すごい。だからちょっと剥がれるらしいから、ちょっと元気わかんない。どれがいい？これいいか。剥がれるらしいから、剥がすかもしれないけど、それまでちょっとだけのお楽しみね。はい。じゃあ、今日はね、私最近クラブハウスを始めたんですよ。で、全くやり方がわかんないから、ちょっとやってみようと思うんだ。え、これどうすればいいんだろう。あ、山田さんしかフォロワーさんがいないから、無理なの？これは。どうしたらいいんだろう。これって、誰かと約束しないとできないの？え？
いや、ここで、はい、ここでクラブハウスのやつをやればいいのかなって思ったんだけど、え、これ山田さんしかさ、私フォロワーさんが、フォロワーさんじゃないや、こう、誰かと、なんとかフォローになってないからさ、無理なんじゃない？ちょっと、誰、どうすればいいの？なんか悲しくなってきた。検索したらどうしたらいいの？難しいなぁ。誰か誘わなきゃいけないんだ。誘いたいけどさ、だって全然友達いないんだけど、これ、どうし、ちょっとツイートで呼びかけてみる？誰かクラブハウスやりませんかって。これ、いい感じやな。どうしたらいいんだろう？なんか全くわからないやん。オープンでルーム作ったらいっぱい来るだって。へぇ、オープンで。へぇ、でも誰と喋ればいいんだろう。あ、勝手に誰か来てくれるってこと？じゃあ待ってよ。Yes！ 誰か来てくれるかなーってことなのかな。英語が読めないから何にもできない。ルーム始まってます。これもルーム始まってるけど、これどうしたらいいんだろう。全然使い方わかんなすぎて、クラブハウスに入ったメンバーがいないんですよ。アプガニキで唯一カジシマだけなんですよ。だからカジシマが開拓していかないといけないんですよ。でも全然役立たないから、とりあえず聞いていきたいと思います。アップアップガールズ確認機のカジシマヤでーす。皆さんご存知ですか？ご存知ですかね？ちょっと、カジは、そうですね。始めたので、よく、もう始まってるんですけど、カジが招待しないといけないって。あ、そうなんだ。ちょっと山田さんを招待してみますか。いや、でも山田さん忙しいからね。忙しいから、ちょっと招待しても、なんですよね。そうそうそう。ちょっと本当難しいところなんですけど。とりあえず、まあ、ルームをやりながら、ショールームもやっていけば、そうですね。ずっと喋っている感じになるので、ありっちゃありかもしれないですね。はい。そうですね。やっていきたいと思います。はい。アップアップガールズ過去に来のカジシマヤと申します。これ本当にできてるのかな？全くわからない。できてる。ゴール！あれ、社長ですか？もしかして。はい。あ、はい。クラブハウスをやってみました。これは、私今本当に試行錯誤中で、山田さんしか友達がいないんですよ。で、押させてもらっちゃったんですけど、それ通知がいってるんですか？そう。呼ばれたから来た。あ、そういう感じ。あ、山田さんのマークしか出てこないから今連打してました。そういうことね。はい。お忙しかったですか？すいません。マークの意味分かってる、ちなみに。マークっていうものは何でしょうか？どのマークですか？自分の顔。はい。自分の顔を押すじゃん。自分の顔を押す。うん。どこのですか？いつも。今の自分の顔を押す。押しました。そうすると何が出る？プロフィールですかね。その下は？ムービー to out this dance みたいなやつが出ます。その下は何もないですね。あれ2つしかない。押すやつですか？あと up a dio ってみたいなのが、 dio みたいなのがあります。やべえ、わかんない。いや、そうなんですよ。ちょっと私も一生懸命調べたんですよ。
ただ英語が読めなすぎて翻訳といろいろ頑張ってるんですが、なかなか。かわいそうだね。いや、頑張ってます。でも、なんかやりたいんですよね。でも今、ショールームもやってるんですけど。今？はい、ショールームやりながらクラブハウスをしてる感じになります。はい。なんかでも、はい、クラブハウスは、はい。なんか、やってるところを流したりすると、はい。バーンされるらしい。めっちゃダメじゃないですか、じゃあ私、今。じゃあ私バンですね、完全に。じゃあこれは別にやらなきゃいけないんですね。多分一応そうっぽいよ。わかりました。本当にバンされた人がいるかはわからない。なるほどです。いやー、学んだ。でもバン、そうですね、わかりました。じゃあ一回クラブハウスは休憩します。はい、ありがとうございます。はい、すいません、はい、ありがとうございました。失礼します。降りるときはあれね、このリームクエントリーっていうのを押す、ね、ピースマーク。これを押すといいんですか？出ていける。なるほどです。出ていける。うん。ありがとうございます。お疲れ様でした。はーい、さよなら。はい、すいません。はーい。あれー、皆さん聞こえてましたか？ポップガールズ確認機の開始前でした。そうなんだ。それも調べ不足だったな。なるほど。社長がわざわざ出てくださいましたが、何かを配信しながらクラブハウスをやるのはダメなんだ。そうなんだ。なるほど。難しい。じゃあ梶島はもう一人でやっていくしかないのか。いけるかな、できるかな。私はちょっとみんなのアドバイスが欲しかったっちゃ欲しかったですね。まあちょっとしたやつになってましたけど、あれでしたね、完全に今社長と電話した梶島彩になってましたね。うそ、やばいですね。これはやらかしですね。そしてコメントが来なくなってしまいました。これはバンされたんですか、私。どうなってるんだろう。あれ、コメント来ない。コメントみんなしてる？うちが見れてないだけ？帰ってきた。カジシマのパソコンが次は止まりました。あ、よかった、コメント止まって。いえ、もう完全にあれですね、クラブハウス開始直後にバンされたアイドルで有名なので困っちゃうんだけど、ちょっとほぼ LINE 電話みたいに使ってるかしら。ちょっと待って、そうなんだ。へえ、じゃあ、何も、嘘、めっちゃ、よかった、今、みんなのコメントが私、一気に見れなくなってさ、完全にショールームので、もうバンされたのかと思いました。ただいま、よかった。みんながいないと私、寂しくてできないよ。そっか、でもやれば社長来てくれるの。いや、なんか私が今、クラブハウスっていうもので、今友達が山田さんしかいない、社長で、外資しかいなくて、社長のアイコンが出たから、社長のアイコンを連打してたんですよ。そしたら全部通知行ってたみたいで、なんかごめんなさいって感じでしたね。もう本当にごめんなさいって感じでした。なんかもうすいません。お忙しいのに。社長にもいっぱいやってしまいましたが。なんかごめんなさいでした、本当に。そうですね。じゃあちょっと。今時に乗ろうとしたカジシマ、痛い目に遭うでした。バンされかけるっていう感じでした。イエイじゃないよ、もう。社長にいっぱい通知送っちゃって、完全に社長忙しそうだって、今。はい。何ですか？はい。みたいな感じはダメじゃん、もう。絶対忙しかった。絶対忙しかったのに、私が連打行ったから通知いっぱい行っちゃったよね。そしたらなんか、やっちゃいけないみたいで泣きましたね。
まあそんな感じじゃん。クラブハウスの方もしね、皆さんがもし、ね、ご興味がある方もしいらっしゃいましたら、わかんない、頑張ってます。私いっぱい調べてるんだけど、なかなか難しいので、ちょっともしね、もし皆さんがね、カジュしょうがないか見てあげようかなっていう気持ちでも何でも構いませんが、もしやってるっていう情報を聞いたら、よかったら見せてくれると嬉しいなと思います。はい、頑張ります。いつなることやら。そっか、招待されないと見れないんだもんね。なんかそれがあるから、なんかこう見たいよって言ってくださる方がいらっしゃるから、ちょっと頑張るかなと思ったら、それダメなんだね、やっちゃね。もう絶対これ証拠隠滅できないかな、できないか、こう私本当日々の何かを全部気をつけていかなきゃなって、すごい今すごい感じました。いやー、そこ調べ不足だったな。ちょっと待って、ネイル気になる。いやー、ありがとうみんな。ちょっと変な配信になりかけてますが、お付き合いいただき本当にありがとうございます。じゃあ今日はこの順でいきましょう。あ、なんかこれいいね、このライト。なんか肌ツルツルに見える。うん、そうですね。ナイスチャレンジでした。バンされたら伝説になって。やだよ、なんでよ、開始でバンされたらやだ。やだよ。でも名前変、ちょっと私、名前がね、クラブハウスの名前があるじゃないですか。で、私、カチマエって名前なんですけど、なんか、クラブハウスって名前が変更できないみたいなんですよ。そうそうそう。なんか、一回しか変更できないみたいな感じで。そうで、名前を登録するときに、まあ、私の名前カジマヤだからカジシマヤってやったんですよ。そしたらなんか登録できない名前ですみたいなの出てきたの。なんかもう全然なんか行かないなと思ったの。だからその英語を翻訳してみたの。なんかそしたらなんか登録できない名前ですって言われたの。でもなんでだろうって、カジシマヤってなんで登録できない名前なんだろうと思って。じゃあとりあえず分かった。名字と名前逆なんだと思って、アヤカジシマにしたの。で、アヤカジシマにしたら、アヤカジシマで登録されちゃったんだけど、あれ？アヤカジシマって。逆じゃん、やっぱ逆じゃんと思って、もう一回ね、こう変更し直したので、カジシマヤって言っても絶対登録できないの。登録できない名前です。なんでだろうと思って、カジシマヤってやってみたの。そしたら登録できたので、やった、できたじゃん、なんだよって思って、もう一回カジシマヤでやろうと思ったらね、もうなんか名前変更できませんみたいな出てきて、もうやっちゃったじゃんみたいな。これからカジシマヤでやっていかなきゃいけないの。どうすればいい？もうやだよ、難しいもん。どうしたらいいと思う？そうだから今すごい頑張ってます。はい、カジシマアヤになっちゃった。そうだからみんな気をつけて、カジシマアヤじゃ登録できないから、なんかわかんない、バンされるんじゃない？だからちょっとわかった、だから頑張りたいと思います。はい。ちょっとね、でも頑張ろうと思う、本当に頑張ろうと思います。カジシマアヤちゃんです。カジシマの名字が貴重なのかな？どうなんだろう？わかんない。でも、この間、なんだっけ、インスタの DM だっけっていうのがありがたいことにお手紙みたいな感じで、こういろんな方からね、届くんですよ。で、こうね、チェックするようにはしてるんですけど、本当に嬉しくって。多分見方合ってると思うんだけど、全員見れてる。全員の分多分見れてるはずなんですけど、この間、パッて検索っていうか、あ、誰かが DM 送ってくださってる、お手紙みたいなの送ってくださってると思って、私お手紙だと思ってるんですよ、あそこの DM ってやつ。お手紙だと思ってるんですけど、お手紙来てると思ってピッと押したら、なんか、カジシマって、なんか、偽名って、芸名か。カジシマって芸名なんですか？みたいな。本名は何なんですか？って送られてきたんですよ。いや、本名みたいな。めっちゃ本名。いや、でも芸名だって思われることがやっぱ多いですね。でもなんか、戦慄かなのさんだったりとか、こう、多分芸名ですか？わかんないです。勝手に言ってごめん。トンチキセキナさんもそうですけど、なんかそれと同じ感じだと思われてるのかな。カジマアヤって。そうですね。わかんないですけど。これさ、勝手に名前を出してしまって、すみません。申し訳ないんですけど。
そういう感じなのかな。うん、なんかね、カジシマってやっぱそんなに珍しいんだ。もう全く芸名じゃないです、本名です。だから姉ちゃんが困ってる。そうね、だから私ほんとクラブハウスを使ってカジシマっていう人カモンみたいになりたいんですよ。したら集まるんじゃないかと思って。うん、最初は珍しいって自分で言ってたよ。そう、自分珍しいんだよ、めっちゃ。うん、姉ちゃんクラブハウスの存在あんま知らなかったみたいですけど、カジさんは知り合いみたいだった。惜しい、島、島が欲しいね。じいちゃんが来てる。じいちゃんクラブハウスやってたらめっちゃ強いね。うちのおじいちゃん頑張ってスマホ使いこなしてるんで。そうそうそう、すごいよ、ほんとにすごいよ。めっちゃ頑張ってる。ラクラクフォンだけど、ラクラクフォン。そうそう、むしろ今だからこそできちゃう、今だからこそできちゃう。じいちゃん本当にできてたらどうしよう。最近うちのおじいちゃんめっちゃゴリラ見てるんですよ。検索してゴリラ、めっちゃゴリラ見てるの。なんか海外の YouTube なんだけど、めっちゃゴリラ見てんの。動物が好きっていうのもあるんだけど、めっちゃゴリラ見てる。うん、すごい不思議。めっちゃね、動物好きなんですよ、うちのおじいちゃん。うん、めっちゃゴリラ見てる。聞こえてくるの。なんか、そう、野生のゴリラ見てるんじゃないかな。そうそうそう、好きなんだろうね。よくテレビでも動物の見てるの。動物の動画見てる見てる。動画じゃない、テレビか。動物のテレビよく見てますよ。そうで、なんかダーウィンが来たって言って、パパじゃない、じいちゃんめっちゃ見てる。野生のゴリラ、うん、野生のゴリラ面白いよね。ダーウィンが来た、うちのおばあちゃんがよく見てたの覚えてる。ダーウィンが来た、そうそうそう。面白い、よく見てる。動物、志村動物園とかめっちゃ見てて、今アイラブ動物園みたいな名前変わったけど見てるよ、じいちゃん。あとあれ、あるじゃん、土日だったかな、やってるやつ。名前出るかな今。あと動物、あの坂上動物王国とか、あともう一個あるじゃん、もう一個動物なんとかかんとか、わー全然名前出てこない。じいちゃんよく見てるなって思うやつがあるんですよ。うん、動物の話めっちゃしてるんだけど。そうね、っていう話。奇想天外、野生の王国だって。チンパンジーニュースチャンネル、カジーがよく見る、じゃあ YouTube 教えてあげようか。じゃあ検索履歴からいってみましょう。カジーのよく見る YouTube は、ニキちゃん、まずニキちゃんですね。ニキちゃん今日新しい動画、カジシマ出てるの上がったので見てくださいね。
あとは、ヘラヘラ三重士。いやこれも見ますね。面白い。これをよく見ます。めっちゃ2期の動画見てるな、こうやって考えると。あと、どのみちハッピーとか見てる。ラジオ、ライブバージョン。あと、ときめき宣伝部さん、最近めっちゃ見てる。超ときめき宣伝部さん。あれが好き。どれだ？どれ？これこれ！トゥモロー最強説っていうやつがもうめちゃめちゃ好きで、最近めっちゃ見てます。あと、パパラピーズさん。これね、なんか、千夏がすごくね、好きでね、ちょっと見てって言われたからね、見て。どう？あとね、緑黄色社会。緑黄色社会。これめっちゃ見てます。今なんじゃないってやつですね。あれを。あれをよく見ます。ですね、見てるね。めっちゃ見てるね。あと、はじめ社長見てます。スタバの飲み物を全部ぶち込んで混ぜたドリンクはこちらってやつ見ました。とかですかね。どうですか？面白いですか？あと、あれ見てる。なんか恥ずかしいね。こうやって検索履歴やると。あとね、DTM、なんだっけ。曲の打ち込みの初心者。いつまでも初心者を抜け出せない人っていうやつを見てる。あと、エフェクターについてめっちゃ喋ってますね。ギターのエフェクター18個。エフェクター18個を1曲で弾いてみたとか。おすすめのエフェクターとか。見てますね。むしろ。あと、ドラマの予告とか見てますね。あと、プレディアさんめっちゃ見てる。あと、プレディアさんの1年前くらいに加入された新メンバーの方、アノンさんが、もう可愛すぎちゃって、もうやばいんですよ。なんかもうドタイプなんですね、私の。でもなんか、胸の高鳴りが抑えられないんですよ。そう、でなんかもうめちゃめちゃ見まくってますね、ここ。本当に可愛い。いや、もうね、見る人は覚悟を持って見た方がいいと思います。好きになっちゃうから、絶対。もう大好きなの、やばいの。もう、プレディアさんは、もともと、こう、ライブとか見させてもらったりとか、よくチェックはさせてもらってるんですけど、最近あんまり終えてなくて。そうそうそう。で、なんか久しぶりにこう、メディアさんの曲が聴きたくなってしまって、こう、バッと押させてもらったら、新メンバーの方が加入されていたんですよ。知らなくって、めっちゃ可愛いみたいな。最近私のずっと推してたミーム東京っていうアイドルさんの、自分の推しメンが卒業されてしまったんですよ。で、今アイドルさん、なかなかこう、終えてなくって、ちょっとどうしようかなって思ったんですけど、まあアイドルさんはこう、さっとこう、見て、アイドルさんをさっと見ることあったんですけど、今やばいです。プレディアさんとトキセンさんがもうめちゃめちゃ私の中でちょっとずつ来てますね。いやー、かわいいです。もうカーテンコールの時が私一番見てたんですけど、プレディアさんは。いや、もうやばいですね。本当に泣きそう。はい。すいません。あとは、キリンさん見てます。キリンさんの動画は、本当にたまに見るんですけど、うつ映画なんせとか、こういう、こいつらが一体でも復活したら確実に地球が滅びます、みたいな、そういうのも見てます。なんか、キリンさんは全部の動画見てるってよりかは、そういう闇っぽい、なんか、ホラーゲームとか、放送禁止になった CM とか、そういうちょっとダークなものを見るんですけど、だからさ、普通のをあんま見てないので、ちょっと、詳しくはないっていう。でも、いいところついてきますよね。キリンさん、すごく面白いなって思います。平気
フェス、なんかこう、キリンさんの動画って面白い感じにしてくれてるから、私がすごく、私って気になる人なんですよ。だからなんかドラマとか見てても、録画で見た時にママがリアルタイムで見てたら、最後どうなったって全然聞いちゃうの。それぐらい気になりしいの人なんですよ。そうそう、だからちょっとね、こういうキリンさんとかは先に、なんだろう、結論を先に言ってくれるからすごく嬉しいんですよ。結論を先に言ってくれるの大好きなんです私。はい、ですね。あとはマクドナルド公式で、カミコさんのマックフルーリーの CM めっちゃ見てる。おお、どこか、いろんなの見て、あ、自分の動画見てますね。めっちゃ自分の動画見てるの面白いですね。メンバー紹介、アプガニってメンバーを丸々に立ててみたっていうものを見てます。自分の見てるじゃん、めっちゃ面白いね。自分大好きだね、これは。あー、なんか面白い。こうやってなかなか見ることない。あと、チャカプロさん、チャカプロさんって知ってますか？チャカプロさん、チャカプロさん面白いんですよ。なんか今は解説動画みたいなのを上げてる方が、上げてることがすごく多いんですけど、昔はなんかロールアイス作ってみたとか上げてて、すごい面白いなと思ってチャンネル登録をしてます。よいしょ、教えない、教えて。移動中に見てるんかい。だってなんか再生数上げようとしてるんだろうね、なんかね。ニキちゃん、カリシマの動画の再生数が伸びないってちょっと言われるので、ちょっと頑張って自分で稼いでます。チャカプロ、チャカプロジェクト、それ、面白いんですよ、私の中で。地味に面白くて見てます。そうそう。富士サファリパークでドライブしたって人みたいだって。へぇー。それやりたい。私なんか見たいし、やってみたいな、それ面白そう。ガチに質問。バイエルンくん、やっほー。キャンファイヤー見る人もいるし、そういうもんなのかな。なるほどね。面白いな。こっそり教えてあげる。ありがとう。うれびよ、うれびよ、うれびよ。あとはね、あ、香水見てますね。夜中にいきなりさ、いつはいてるのってない、君とはもう3年くらい会ってないのに、どうしたの。二人で、間違えた、海ではたくさん写真撮ったね、でも見てよ今の僕を、ムスになった僕を、人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ、別に君を求めてないけど横にいられると思い出す、君のドルチェ&ガッパーナのその香水のせいだよ。なんで私が歌ってんだろう。あと USJ のマリオの世界、スーパーニンテンドーワールド世界最速で遊んでみたらっていうヒカキンさんの動画を見てます。いや、私 USJ に行きたすぎて夢でも USJ の夢見てます。メロンの香水じゃねえだって。車の中はいつも香水のいい香りね、だらぬは私のじゃない、いい匂いがするけどでも嫌いだ。久しぶりに歌ったな。バンジー配信、やだ、絶対にやだ。
孔明大学とザコ師匠の香水なんか一時なんか私なんかで話したらなんかこれ面白いなとか言いながら見てきてしまう。あ、猫ちゃんの動画見てる。しかも結構これ言えない、言えないな、なんかちょっとお掃除動画ですね。ミミちゃんを、あ、ミミちゃんだって、猫ちゃんをびっくりさせちゃう動画でした。うちやばいんだけど、死にたい時に聴く曲っていうの聞いてる。だって覚えがないんだけど、聞いたっけ？そっか、あ、この時は結構曲を聴いてますね。マシンっていう曲聴いてたりとか。勉強しときよ。あー、ずっと真夜中でいいのにを結構聞いてます。他にも。勉強しときよ。低血ボルト。ハングレイ。正しくなれない。暗く聞いてる。すごい、めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。グッバイ宣言も聞いてるね。めっちゃ聞いてる。急になんか曲聴き始めましたね、この時。いやー。ジャムズンデーヤッフーよ。海外のホラー映画のキャラが出てきてビビらせる動画あるって。何それ、知らないんだけど。それ、それ、知らないよ。死にたい時に、聞く曲って私なんで聞いてたんだろう。あんまり記憶がないですね。あとはパオパオチャンネルさんが復帰した動画を見ていますね。豆島の大群さんも見てるね。あとりんたろーさんの動画見てるの。面白い。私結構、あ、テレタビーズ見てる。ティンキュウインキー。自分の推しメンがリプシーだったことに気づきました。ずっと天気ウインキーをしたと思ったら天気ウインキーは紫だった。リプシーは緑。リプシーが好きなんだ私。ちっちゃい頃によく見てたな。ザ・ファーストテイク見てますね。アイナ・ジ・エンドじゃん。ザ・ファーストテイク見てます。20のメイキングも見てるな。おお、鈴木愛理さんめっちゃ見てる。いやー、あ、これめっちゃ見てる。あー、岡崎さえちゃんの動画めっちゃ見てますね。レイ TV のイメチェン本人絶叫、絶叫さえがロングヘアをバッサリいった結果っていうのを見てますね。ジョーバチさん、ジョーバチさんって合ってるんですか、名前合ってるのかな、わかんないけど、その方の動画を結構見てますね。家事に質問、アイスカフェさん、ヤッホー、何でも質問お待ちしております。ヤッホー。ありがとう。人の履歴面白い。確かに、面白い。私結構見てるよ。バオバオチャンネルって AI にやりたい。バオ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 って。おー、キルリンテしてみてさんも見てますね。電波組さんめっちゃ見てるね。ザ・ファイナリーツアー2020オンライブファイナル。見てます。KT なんて読むんだっけ KT なんて、これどう、誰だっけ KT、 すごい有名なギタリストさん、 K シンガーさんですけど、ちょっと読めない、ごめんなさい。これ教えてもらったんですけど、すごくかっこよかったんですよね。名前英語だから読めない。ケイティ・ステラーさん。ケイティ・ステラーさん。なんて言うんだっけ。ああ。申し訳ない気持ちでいっぱいですね。うたちゃん、そう、うたちゃんのため見ました。
林真由ちゃんのくしゃみの動画消えたの悲しいよって。消えたの？ニコニコ動画の林真由ちゃんのくしゃみの動画が消えたんだって。待って。そうなの？私見つけちゃったのに。ニコニコ生、ニコニコ動画に上がったんですよ。私がショールームでしょっちゅうくしゃみをしてるんですよ。それをなんか切り取った動画が上がってたんですよね。そうそうそう。それ消えたんだ。バンされた。泣き。それか、私のこと好きじゃなくなっちゃったのかな。泣き。それも泣き。でも嬉しかったよね。なんかこう、そういうなんか家事のことだけを考えてきっと作ってくれたんだろうなって思った。嬉しい。でも私最近くしゃみしなくなってきてるんで。耳鼻科でね、治療をずっとしてるんですけど。去年一番面白かった動画だった。めっちゃ好きでいてくれるじゃん。ありがとう。嬉しいよ、それは。くしゃみね。でももうひどい時は本当ひどかったんでね、私のくしゃみね。確かに。うんうん。ジュジュさんのスターファーストテイクめっちゃ見てますね。この夜を止めてよとかも聞いてますね。あ、マジックめっちゃ調べて。年には年を踊ってみた。アップが2期見てますよ。あ、マナカンさんのセカンド写真集の DVD ダイジェスト映像見てます。かわいい。めちゃめちゃかわいかった。これからも見てる、自分の。なんでだっけ。あ、ビスさん見てますね。ビスさん見てる。おー。おー。面白い。私の検索履歴、気づけじゃいけ。視聴履歴は結構面白いですね。あとはもうピーマル様がもうバンバン出てくる感じですね。ゾックさん。ゾックさん見てます。意外とでも偏ってるな、私。ミワさん、春になったら。春一番、キャンディーズさん見てる。サンキビスさん。そうそうそう。今のビスさんの動画を見てます、私は、うん。アッパーディスク踊ってみた時々見たって。めっちゃ嬉しい！すごい嬉しい。ありがとう。嬉しい。私あれ好きなんですよ。イェーイ、人間ばっかば、じゃあ人間だってばっかばっかりの涙見た見にゅう、ありきたりの丸。あ、ここ、ちょっと、ボタン取れちゃったんですよ。そして、こそみたいな歌、歌うよっていう感じですね。あとは、あれが好きです。いいかな、こっち。あ、私よくそれ歌ってる気がするな。グッバイ宣言めっちゃ見てる。TikTok で知ったんだろうな、これ。あとはピーマル様めちゃめちゃ見てますね。面白い。なんかこれ、面白いわ。ね、こんな感じで。YouTube を見てます。高く評価した動画も気になるって言ってくださった方いらっしゃったんですけど。結構視聴履歴と変わんないかな。あ、六六首さん知ってますか？六六首さん私めっちゃ見ます。面白い。ですね。高評価はでもそんなに多くないです。自分たちの動画ばっかり高評価してますね。はーい。そんな感じでした。家事。です。家事でした。どう？面白かった？嬉しいな。でも2期の動画めっちゃ見てるのはちょっと面白いね。自分の中でも。
ということで、カジカジ楽しかったです。明日ね、すごく嬉しいお仕事なんですよ。で、早く言いたいけど、多分すぐわかるのかな、多分すぐ皆さんにはお話しできることなんですけど、明日もう本当にガッツポーズが止まらないことがあったんで、ちょっと皆さんに早くお伝えしたいなぁなんて思いながら、明日は頑張っていきたいと思います。うまくいきたいなぁすごく思いますが、頑張ります。本当にそうね、家事ね、次につなげるっていうのが家事の本当の心の中の目標だったりするので、そうね、チャンスをもらって喜んでるんじゃなくて、次につなげられる家事でいたいですね。よかった。本当にこういうきっかけがあると、本当にもっと頑張ろうって思うきっかけにもつながるからありがたいです。塩見きれちゃんが髪染めてる。塩見きれちゃん髪染めてる。塩見きれちゃん髪染めてる。3回言っとこう。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。3回言っとこう。やだー。嬉しい。あ、今日おそ松さんだからみんな忘れないでね。騒がしいな、今日。どうだよー。話があちこち行ってる。本当だね。ごめんごめん。買ってきてください。ありがとう。ずっとつなぎ、次につなげる写真を撮ってきてる。嬉しい。ありがとうね。アミちゃんの現場組に呼んでもらおうね、だって。そうなの、アミちゃんの呼んでほしいんだよね、私。そう。そうなの。そう、桃鉄。うち桃鉄買うもん。多分。桃鉄買う。と思う。多分もう一つ買うと思います。もう一つ買おうかなと思ってるところです。はいはい、まあ揺らいでるだって。確かに会社のきっかけに、アミさん呼ばなかったからって。だ、次やったんで、アミちゃんの単独ソロをさ、ソロゲスト。すごいやろうと思ってたよ、コロナになっちゃう。泣き。かなぴ。そうなの。バオバオ。鹿島きっかけ再開できるかね。あれ、私にとってすごく大きかったことだから、早く再会できたらいいななんて思ってるけど、もうちょっとだね、もうちょっとの辛抱だね。みんなもいろんなことうずうずしてるかもしれないけど、いずれ頑張っていこうね。はい、バオバオコンビだ。違う、それでバオバオコンビね。確かにね。よいしょ。イエーイ、ありがとうみんな。今日はね、マミンの誕生日だったのでね、ドライブに行ってきました。なんかこういう時期だから、なかなかね、ちょっと外に遊びに行くことがね、できなかったから、じゃあ車で近くに行けたらいいね、みたいなこと言って、近くっていうか、まあ、頑張って車ブンブンしたんですよ。そうそうそう。で、今までおうちをもてなしたいって言ったロケ地に行ったりとかしました。運転、カジが運転手で、自分って運転したら雨降ってきて、嘘でしょ、洗濯物ってなって、まあ、いっかーとか言いながら運転したら晴れてて、よかったって思ったんですよ。そうそうそう。そう。で、なんか、結構ね、いろんなの調べてて、こう、お客さんがなかなか来ないって、言ったりとか、そういうのが書いてたお店結構あったんで、まあ、ご飯だけは食べよっか、みたいな話をしたんですよ。で、あれに行ったんですよ。ボッソ。イノシシピザの。一回ロケで行かせていただいたところに行ったんですよ。頑張って車で。そうそう。そうなのって、ロケの聖地巡礼とか言いながら、ママにさ、美味しかったんだ、このピザって言って、行ったら空いてなかったよ。
調べてってんだけど開いてなかった。電話するべきでしたね。開いてなかったんで、残念ながら行けなかったっていうね感じ。なんかドライブしてっていう感じだったんですけど、みたいな感じだったけど、めっちゃ良かったです。すごい遠かったからさ。ママにすごく謝りました。ごめんねって。したら、いいよって言ってくれたから、オッケー。オッケー。でららら、あと姉ちゃんが帰ってきて、あれ見てました。ファラファビー、ファラファラファビー、フォ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 ーってやつ見てました。進撃の巨人。怖かった。あいつ、進撃の巨人ほんと怖すぎて、なかなか見れないんですよ。なんかこう、流し見とかじゃないと見れない。怖くて。怖くて見れないの。そうなの。二人だけやといろいろ話すこともありそう。いやいやいや、なんか、私カーナビをね、買ったから、そこで DVD がね、入れられるの。で、ママが好きな DVD 入れていいよ、みたいな。そう、家事運転するから、なんか見ながらでいいよって言って持ってったんだけど、私がもうずっと喋ってるから、うるさくてその DVD2 周してたのに内容行く前って言わなかったって言ってた。そう。めっちゃ面白かったです。あとね、ママがコンビニに寄るたびに、なんかピスタチオのチョコ、あ、今流行ってるんだってって言ってて、何ピスタチオのチョコみたいな。で、言うの。それでさ、なんかスーパーとか帰りお買い物するために寄ったりしたの。で、帰りがね、ちょっとドライブいっぱいしてたから、まあ遅くなっちゃったんで、こう、快便だったんですよ。なんか、唐揚げとか買って帰ろうみたいな感じで、2カ所ぐらいやったんですよ。1カ所目寄ったところで、なんかチョコのさ、今バレンタインに近いからチョコいっぱい売ってるじゃないですか。そしたら、なんかピスタチオにチョコあるかなとか言って、わーって歩いて遊びに行っちゃったりとか、無印良品行ってさ、ピスタチオのなんかあるかなって言って、そんなにピスタチオばっかり言ってたら何って言ったらさ、なんか、ピスタチオのチョコ入ってんだよなとか言うのよ。なんでそんなピスタチオって、そんなピスタチオチョコ食べたいのってコメント見て、ないよないよって、ピスタチオ流行ってるんだよね、ピスタチオチョコないかなってずっと言ってるの。で、ないよって言って、その帰ってさ、まあ、ご飯食べ終わって、姉ちゃん帰ってきたら、姉ちゃんが本当の生のピスタチオ食べ始めて、もう私大爆笑。ああ、君までピスタチオ。頭痛いよ、もう。ピスタチオ、ピスタチオって、もううるさいよって。ピスタチオ、どこ行ってもピスタチオ。ピスタチオ、ピスタチオ。ピスタチオ。もう私はもうピスタチオばっかりでした。今日なんかピスタチオみたいな一日だったんですけどね。という話です。はい。ピスタチオ。流行ってるらしいですよ。いや、なんで？そう。っていう話でした。姉ちゃんはいい迷惑だと思うわ。本当だよね。姉ちゃんにさ、ピスタチオ私の隣で食べ始めてさ、ピスタチオそれ、ねえ、それピスタチオってめっちゃこんな感じのテンションで聞いたらさ、姉ちゃんが、何食べるのって聞いて、いや、いらない。ちょっとさ、ピスタチオ先食べたよって後でママに言ってみてって言って、なんでって言われたからさ、いいから言ってみてって言ったらさ、パパがさ、後ろからさ、え？ピスタチオいいな。二人でピスタチオ食べたの。ママ帰ってきてさ、ピスタチオ食べたんだけど、私、みたいな姉ちゃんに言ったら、はっ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 てママが笑ってたよ。
何これみたいな感じで面白かったね。はい、という今日は波乱万丈な一日を過ごしたんですけど、まあ、すごい素敵な一日を過ごした気がしました。終わり終わりです。それだけということで、ありがとうございます皆さん。いちごもらった。何これ、かわいい、ありがとう。パイパン、おいちゃん、ナマステッショーク、メガネメガネメガネくん、ペッペちゃん、いちご、ありがとう。いちご食べます。目がかゆい。どうする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 、目がかゆい。どうするどうするどうする、これやばい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 、かゆい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 、かわいちゃいきました。ほさちん、ありがとう。ほさちん、ほさちん、ほさちん、おいちゃん、拍手ありがとう。あゆくハート、ありがとうございます。よいしょよいしょ、新曲いい、まだ聞いてないって、歌ってあげようか。これから何度焼けパチでキスしても、手を取ってそっと誰かに愛をささやかれても、ドゥルルルルルルドゥルルルルルルドゥルルルルルル、触らせてあげない、ドゥルルルルルルドゥルルルルルルドゥルルルルルル、ガラスの柔情です。そう、こういう曲です。とても素敵な部分なので、よかったら聴いてみてください。よかったらというか、ライブバージョンもあるし MV も出てるので、両方とも見てもらえたらすごく嬉しいなって思います。どうかな、はい。でした。ということで、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。今日も配信やらせていただきました。とても楽しかったです。出張父っ会のお知らせだって。そうだ、どうしよっかな。ちょっとまだテーマ何も決まってないんですけど、すごい面白そうですね。なんか出張だから他のメンバーと一緒にやるので、どうしようかな、このメンバーと何か合わせられたらいいなとか思ってます。わかんないけどどうなるかな、ちょっとまだ何も決まってないな。今日発表されたんだよね、うん、小夏さんの衣装を着る、そういうのもありなの、何それ、ありなんだ、どうしようかな。ちょっと決まり次第皆さんに訴えていきたいと思います。めっちゃデート服着て何しようかな。出張でしょ、みんなと出張した気分。やだ、でもなんか恥ずかしいから、やめっぴ、それ恥ずかしいな。なんかめっちゃ気合い入れてきたらやだよね。あーって、どうしよう、ということで、また明日も皆さんにお会いできるのも楽しみにしています。それでは今日も準備はいいですか。気合い入れて気合い入れて集中ってめっちゃ仕事感、確かにそこだけそこだけね、そうね、はい、みんなに愛の込めたメッセージだったりサインとかお届けできたらすごく嬉しいななんて思っております。よろしくお願いします。それでは、今日は、この辺で、お手を拝借。せーの、以上です。バイバーイ。なんだっけ、敬具。